それでは、いくら親方、お、しんどんや宣伝 TV が始まりました。いいよ。本日、リポートしていただくのは、名古屋市中区丸の内に、昨年11月末、オープンしたばかりのカカオさんです。カカオさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、春は桜か桃の花、夏はユリ、秋は菊、冬には水仙、玉椿、堀川の流れの水車。さあ、やってまいりましたのは中区丸の内にございますカカオ様でございます。私、司会進行を務めさせていただきます、ちんどん海鮮社のイクラでございます。イクラ親方、よろしくお願いいたします。いきなりですが、本日の指令です。指令、イクラ親方、読んでください。読ませていただきます。さあ、カカオさんの自家製パンのこだわりを探り、試食して美味しさを伝える、はい、そして視聴者プレゼントをめったるよろしくということでございます。はい、それでは中で、お店の紹介、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいよ。じゃあ、結構今日はですね、本当に突然行って、はい、こんなにね、こんな格好の人間が来てしまったんですけども、よろしくお願いいたします。お願いします。あの、カカオさんのパンの特徴をですね、はいはいはい、ぜひ教えていただければと思います。イタリア産のカプートっていう、あの、小麦粉を使ってます。カプート、はいはい、すごく香りが豊かで、はい、添加物も入ってないんですよ。添加物が一切入ってない、はい、はっきり言って高級小麦です。高級小麦、はい、そうです。で、あとは、バターが四つ葉バターを 100%です。はい、はい、卵を、入ってないんです。卵入っていないっていうのがポイントでございますよ、本当に皆さん、はい、何せね、卵アレルギーの方でも安心して食べれるっていうのがここのパンの特徴でございますのでね。あとは手ごねでこねてるので、はい、あの、もちもちもちっとした食感が、もちもちっとした食感、はい、私のこのお腹のようにお腹のようにもちっとした食感を、ふっくらともちもちとした食感でございますね。楽しんでいただけるです。はい、ありがとうございます。そんなパンでございますので、はい、ちょっと試食してみたいと思いますのでね、はい、お願いをいたします。一番売りが白パンということなので、白パン、はい、こちらをこのままで、はい、ありがとうございます。じゃあ、剥いてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ、ぜひぜひ。白パンでございます。はい、まあ、ちょっと匂いをこのまま嗅いでいただくと。あ、すっごい、もう画面の向こうに伝えれないんですけども、香りがもう全然違う、ね、伝わらないよね、はいはい。伝わらないから、ここに来てもらって、その香りを確かめてください。そうです、ぜひぜひ。本当にいいですよね。本当にいい香り。これカプートのやっぱりこだわりの香りの一つなんですね。ちょっといただいていいですか。はい、じゃあ、いただきますよ。じゃあ、ちょっと上品にちょっと巻いてもらって。あ、すっごいもっちりして、僕の中のようにもっちりとして、で、卵入ってないパンなんですけども、すごい風味が豊か、その分風味が豊かですね。邪魔しないっていうのかな。はい、で、僕も卵入ってないパンっていうのは初めてなんですけども、まあね、本当に純粋にこの美味しい味が多分、うん、はい、お嬢ちゃんも食べる。どう？美味しいよね。ね、よかった、ありがとうございます。こちらもいただきますね、はい、ミルクでございます。懐かしい感じの味だと思います。まずは香りね、香りね、これも香りもね、本当にね、白パンと違うんですよ。ね、香り届かない、ね、だから、カカオに来て試してくださいね、はい、本当に。水を使わずに、牛乳だけでね。水使ってないんだ、はい、わ、すごいね、はい、ちょっとじゃあ、白パンミルクをいただきます、はい、あ、これはまた白パンと違って、すごく、あの、香ばしい香りも入って味が全然違う。全然違うでしょ？うん、そうなんですよ。しっかりした歯ごたえですね。そうです。だけど硬いってわけじゃないんですよ、全然。でも食べ応えがあるっていう。これでまた卵が入ってないんですよね。入ってない。すごいな、これ。これ
なんかね、皆さんが好きなの分かりますよね。分かる。おじいちゃんからお子様まで。うん。ね、あの白パンにしてもミルクにしてもそうなんですけども、秋が来ないっていう、そのだから毎日でも食べれる。うん、そうですね、そうです、ね。うん。で、体にも優しいし。うん。ね、あのすごいなこれ。よかったね、杉倉さんに。いやありがとうございます実はですね、はい、天の声からの指令がございまして、この動画を見た方にプレゼントをねだるというのがあるんですね、あるんですよ。だから実際ケンコママに実は視聴者プレゼントで何をプレゼントしてくれるかなっていうのを、まずプレゼントを、はい、いい？そうですね、うん、ゆうかうちプレゼントパンしかないですよね。いやでもこんだけいろいろあるんですけども、うん、じゃあ来ていただいた、来ていただいた動画を見て、うん、来ていただいて動画を見て来ていただいたお客さん、もちろんご飲食ね、うん、いただいた方にもちろん動画を見たよって、そうですね、動画見たよって人も、ね、動画を見たよっていうお客さん、はい、お会計かなんかに来ていただければ、うん、この中からお客様が好きなのお一つプレゼント、お一つプレゼント、はい、太っ腹です、太っ腹だね。もう10名20名とかじゃなくて、その動画を見たよっていうお客さん、もうカメラカモンカメラカモン、今聞きましたね、100人200人とかじゃなくて動画を見たっていうふうに言うとパンを1個ですよ、数に制限ございませんね。だからぜひですね、この動画を見ていただいて、カカオさんの動画見たよっていうふうに言っていただければ、けいこママもね、すごく嬉しいことですし、はい、はい、ね、ちんどん屋宣伝 TV、 さあ提供は可愛いエージェンシーがお送りいたしました。また次回お会いするのをお楽しみに。それではそのため工場登場。